もう我々はっきり言ったら現実問題としてもう仮設、借り上げ、住宅からやっぱり出たいわけですよ。もう住居の問題が私は一番です。私の考えはそうです。早くねどっか本当落ち着きたいなって思うんだけど、どこに住むかも分かんない、うん、帰りたいなって思います。まあ、帰れないと分かってるんですよ。でも時々やっぱり帰りたいなってはよく早くその落ち着きたいっていうのが一番ですね。もう待ってられないんですよ、年齢的に。困ってます。なんとかしてくださいって言いたいです。同じです。同じ思いで。じゃあボランティアコーディネーターをさせていただいております。とても平凡な名前なんですけども、佐藤恵子と言います。どうぞよろしくお願いします。全然削ってない鉛筆の長さ、あれは何センチだっけな、15センチだった、まあ、そういうことは言わないように。あんさん口に出して言わないよ。はい、はい、じゃあちょっとこの4人で相談をして、この長さでねっていう一つ決めてもらっていいですか。違うでした。違うべしたとかって言わない。離れ短かったでしたね。残念でした。来てくださったのはこちらの黄色いおソロのありがとうございます。坂口さんです。ボランティアクックさんです。ありがとうございます。どうもない。それではいただきます。いただきます。じゃあ皆さんどうぞ。じゃあお前がまめっこ、うん、いい味じゃん。うち美味しいね。今回会食会ということで人数増えるかなっていうことでやらせていただいたんですけども、福島市の方が伊達市のことを聞いていただいて参加していただいたということで、これぐらいの人数にならせていただきました。ただなかなか参加人数が増えないので、もうちょっと土曜日や日曜日っていう開催の方がいいのかななんて今ちょっと試行錯誤してるところなんですけどね。せめて28世帯いらっしゃるので10名以上来ていただければ賑やかでいいのかななんて、やっぱりこういう場を持たないと会えるっていうことなかなかないんだなと思ったので、それではぜひ多くの方がねやっぱり参加していただくことに意義があるのかななんて思います。今後も行事に合わせて芋煮会やクリスマス会やそういうのを開いていきたいななんて思ってますので、なんとか多くの方に参加していただきたいと思います。はい、大熊豆ということなんですけど、100歳夫婦の絆、長い反省を二人は候補に変える、新さんは6万100まで来たと自分でも感心する、13、100年の反省、どうってことないね、ちょっと長生き過ぎたね、お迎えを待ってる、そんなことだわ、とは、新さん、嘘だ、こないだ風邪ひいたとき、まだ死にたくねえって言ってたらそうだ。鶴さん、はははは、そうだね、できたら大熊に帰って住みたいね。